リの街を彩ったミシャのおしゃれすぎる広告デザイン。19世紀末、広告の黄金時代。ミシャによる鮮やかな絵と素敵な文字デザインはたちまちにポスターやパッケージデザインに使われ始めました。ミシャらしい曲線や装飾にあふれたビスケットのパッケージや大胆なフレームが美しいカレンダー、なんとレストランのメニューまでもがミシャ一色に。後にミシャはこの会社のポスターやカタログも手掛けました。当時のパリの街を支え、ポスターなどの広告をアートとして評価される道を切り開いたミシャ。素晴らしい作品の数々を書籍アルフォンス・ミシャの世界で多数紹介しています。